キヨ、幼き頃俺は信じていた。俺かお前が北斗の伝承者になるのだと。そしていつか故国へ帰るのだと。噂がまことであったようだな。あなたはハン。お前ほどの男が病に倒れるとは、人の世も残酷よな。ラオウは修羅の国に渡った。知っている。さすがは時、病に侵されていてもその剣に寸分の狂いもないか。私を殺すつもりか。そうだな、病に先を越される前。激流を制するは制す。まずは小手しろ。海王の弟だな。来い、トキ。奥で待っている。仕方あるまい。かかってくるがよい。
安らかに天国へ行くがいい。誰かは知らぬが、生病法は使わぬことだ。仕方あるわ。かかってくるよ。
安らかに天国へ行くがいい。バカボンだ。バカボンがいるぞ。仕方あるまい。かかってくるがいい。死にたくなきゃ水と食料をよこしな。剣とて見切る。せめて安らかに天国へ行くがいい。激流を制す。制す。俺はまだ名を許されぬただの主だが、そのシラス数百の屍を築いている。見事だ。だがこの軍装回復を倒して何を狙う。せめて安らかに天国へ行く。では
存分に殺し合おう。退屈しのぎ、命のやり取りほど面白いゲームはない。悔しかろう、トキ。俺もだ。病を帯びた剣になど挑む価値はない。お前はラオウを超えることも俺に勝つことすらもかなわぬ。もはや生きていても意味があるまい。それは私が決めることだ、ハン。私はこの体でラオウを超えると誓った。だがラオウはここにはいない。なれば故国で待とうぞ、トキオ。お前の誓い、その体で見事果たしてみせよ。俺がお前を葬るのはそれからの方が面白い。約束しよう。